世の中女子サッカー盛り上がってますね、はい、なめしこジャパン。え、なんて？え、なめしこジャパン。ちょっと待って、どんな、おい、ほら、なでしこジャパン。なでしこジャパン。ほら、なでしこジャパン。ほら、もうすぐ決勝ですよ。まあスポーツ観戦なんかするときに、ね、たちもスポーツの MC とかもいろいろやってるけどね、はい、どういうとこ見るか。うん、やっぱ女子の試合とか見たら、僕はやっぱ、まあ、異性の試合ね、異性の試合、うん、基本的には、まあ、正直おっぱいとお尻を追っちゃいますね。あ、そう、はい、見ないですか。俺はね、はい、なんか可愛い選手を探すね。あ、顔か。俺顔重視なんだよね。まあ、俺が言うなってみんな言ってるだろうけどね、今頃。うん、ね、え、瞳は。え、私も顔、顔。顔。顔。嘘ついてるよ。全然顔。瞳はね、鼻の大きい男探すんだよ。違う。デカピーみたいな。え？鼻がでかいと何もでかいっていう噂を信じて、鼻がでかい男ばっかり探してるの。はーい。ね、はーい。いや、皆さんは一体どんなところを見てスポーツを楽しまれてるでしょうか。僕らは不純でしょうがない。はい。クラブあるです。